小川さんやっぱちょっと人気っすね。人気なんですか。人気だったら嬉しいな。ちょっと嫉妬っすね。なんで三層こうじゃん。あれこうだっけ。まあ手のひらはね見せない方がいいんだけどね。えこうだ。あ、ちょっと待って、それ何、俺に指導されたいわけ。はいはい、そのエロ意味じゃないよ、はい、エロ意味じゃなくて、せーの、まあね、ほら手のねひらはちょっと隠そうよ、ね、はい、こう見せるんじゃなくてちょっとか、まあちょっとやりすぎかな。こう触るのはあくまでも指導的な意味で触るわけですからね、はい、エロじゃないですからね。こうね、こうね。おい、もうほらもうね、これはもうほら、ね、え、こうですか。触ってくださいって言ってるもんですからね。これは触りますよ、皆さん。これ許してくださいね、はい、はい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 、まず、はい、まず腕を伸ばします。はい、畳みます。あ、もうこれで、若干これ、あ、ちょっとやりすぎ。おいちょっと試合多分あるかもしれない。嘘でしょ、なんで俺は逆に呼ばれる。ゆいちゃん可愛い、ほらおさわりさんぞ。おさわり、やばいやばい、ちょっと言ってもこれは良くないな。この変態、おさわり、おい変態言うな。年下に変態言われたらちょっとマジいろいろあるからやめろな。え、でももうこう見えて私ね今年26ですよ。意外に言ってるっすね。意外にね、意外に言ってるっすね。イメージなんですけど、俺まだ22、3のイメージです。はい、言われますね、はい、ですよね。多分皆さん、あの時が止まってるんですよ。時が止まってる、はい、小川さんに対する時が止まってる、はい、え、でもこう老けたと思わないですか。いやいや、全然、いや全然っていうのもこれなんか俺ほらおさ、もうね、エロに繋がるだろうから、あの、あれですけど、おさわりさんそう、え、なんか狙ってんのみたいになっちゃうから、はい、あ、まだです。あ、見つかった。あ、そういう意味ですね。こっちが優先なんですね。あ、なるほど。そうね、はい、まあ、大事大事、はい、うん、幼児が、あ、ちょっと若くなってるって。マジですか。これ褒め言葉っすよ。いや、それはですね、嬉しい、はい、いや、嬉しいでしょ。やっぱ女子としてはっすよ、こう、なんていうんですか、こう初見とかでなんかこう幼いとか言われる方が、あれ嬉しいもんなんですかね。え、そうでもない。大人っぽいって言われたいです。あ、でもそれ人によらないですか。子供に見られるのは、あ、バカにされてんのかなとか。え、じゃあこうタバコとか買いに行って、うん、あ、まあタバコって言ったらあれだけど、お酒とか買いに行って、こう、あ、ちょっと年齢確認ですかみたいな。あ、されますされます。え、それはどうなんですか。よっしゃって思うんですか。思わん。こんやろうな、みたいな。だるいってなる。あ、免許証っつって。まあでもこれは、ね、どうなんですか。女子としては褒め言葉的になるもんなんじゃないですか。え、多分30代超えたらなるってみんな言うんですけど、はあ、え、これ勝手なあの自分 の妄想なんですけど、ちょっといいですか。多分それスウェットとかで買ってるでしょ。え、スウェットとかでお酒とか買ってる。いやいや、私そんなんね。いやいやいや、もう完璧な寝巻きで外に出るときはちゃんと着替えますか。本当ですか。お化粧していきます。化粧はしないでしょ。すっぴんでスウェットで行くでしょ。16歳ぐらいですよ、それは。あのね、マスクね、マスクでしょ。もう完全にっすよ。マスクしてる16歳っすよ。あの、なんか風に気をつけてる受験生ぐらいのレベルですよ、言うても。受験生、うん、もう言うてもね。まあまあね、若く見たらまだもう16歳ってことだから、ほら、ちゃんと髪明るくちょっとして、だから、やんちゃら16歳ぐらいです。もう大人っぽく頑張ったんです、これ。だから大人っぽく頑張ってる16歳でしょ。でも、本当に、うん、みんなに言われるのは18号って言われる、はい、ん？ 18 号？ 18号、ドラゴンボールの18号。あ、18号ね。これ皆さん分かります。あのドラゴンボールネタってみんな分かります。あの人造人間18号っていう、あ、まあ、これ、あの、私ら世代に言わせるともツボですね。あ、18号もあるんだけど、はい、スキージャンプの子分かります。あの高梨沙羅ちゃん。あ、沙羅ちゃんに似とるねって。あのなんだっけ、漬物の CM の子ですよね。漬物だって。いや、ですよ、こうやる子ですよね。あのね、画面に向かってこうやる子ですよね。やるけ、はい、やりますよ、はい、に似てるってやるけど、はい、ただ、まあ、私が鼻が低いからですね。あ、え、そのちょ、鼻低いから、あ、もう、あ、ほら、ちょっと来てください。マジ女子来たよ、よかった。